的な収入を得つつ、ストックを増やすということですね。初心者の副業どれがおすすめでしょうかってことですね。何がおすすめでしょうかってことなんですけども、僕は、こういう YouTube の集客、動画を作っていくのがいいかなと思います。で、ご自身のサービスをですね、まず販売できるもの何でもいいので、あなたの、サラリーマン、まあ、営業マンだったら営業のノウハウとかですね、まあ、事務処理がすごい早いと、まあ、そのコツヒントをまとめたものとかですね、 PDF 音声あの動画何でもいいんですけども、これをですねまず用意した上で、YouTube 動画でですね集客をしていくと。で、概要欄の方に、あなたのページを記載して売っていくっていうのがいいかなと思います。で、まあ、ブログ記事をコツコツ書くっていうのもやっぱり時間かかってしまいますし、あとクラウドソーシングもですね、まあ、単価が安いと仕事がたくさん受けなければいけないと。で、忙しいばっかりでですね、どんどん時間取られてしまう。その割に稼げないってなってしまいますので。